三笘にボール来ないんだよね。そうブライトンね。だからまあ本当は三笘ワイドで仕掛けさせたいんだけど、うん、このサッカーだったら俺マジで三笘フォワードでいいと思うんだよ、ね。そうね。そう結局。そう。多分三笘フォワードマジ上手いよ。いや上手いでしょ。そうなんか三笘そのワイドアタッカーの印象ついてるけど、うん、マジで多分ジョアン・ペドロみたいになるよ。あそうね、うん。まだ気づいてないだけで。そうそうそう。三笘本人も。そうね三笘ボールかかった方がいいよな。絶対。これもったいなすぎるもんな。もったいないよ。あんな上手い選手、うん、孤立してるのおかしいでしょ。いや三笘が一番球触るサッカーじゃダメよ、ね、やっぱり、うん、だってバルセロナとかだってさ昔、うん、でもメッシが一番触るやんやっぱ確かに、うん、ロナウジーニョ一番触るやん、うんうん、ただまあ3バック、まあでも3バックにしたところでまあ三笘の関与率は多分変わんないよね多分ね。まあでもエストゥピアンからブライトンが4バックやる意味ってあるんですか。いやー俺的にはデゼルビの性癖ですただまあ奇跡は起こる時あるよね。まあね。あのエストゥピニャンがワイドで高い位置取ってさ、三笘もワイドいてさ、エストゥピニャンに入って、やっぱ相手食いついてきて三笘もハマるじゃん。うん、それやっぱハマってるからこそ、うん、その矢印でかくなるじゃん。うん、そこの逆、ね、瞬間的につける時あるじゃん。その背後ね。そう、うん、ハマってるってことは、うん、その一歩間違えれば剥がせるからさ。うんうん、そうね。やっぱその奇跡は起こるたまに。うん、あと自分らが低い位置でハマったことによってやっぱ失うじゃん。うん、で失ったことによって相手も前かがみになるじゃん。うん、点取れるってなって、でそこで奪い返した後に、うん、あのカウンターっぽくなるじゃん。そうね。だあれは生まれるよね。うん、あの分かる。やべえっつって、うん、よっしゃーってなって、また取り返して相手がやべえってなるというか。分かる分かる。だから自作自演みたいな。いや本当そう。自作自演感はあるよね。だ三笘マジでフォワードでいいと思うよ。いやいいよ。あのフォーバックにすんだったらもう三笘フォワードか、うん、もう一個内側のレーンか。そうそうそう。スリーバックだったら、うん、ワイドレーンでもいいですよ。そう。スリーバック左ウィングか、フォーバックだったらジョアン・ペドロ刺したよね。あそうね。三笘に、うん、そう三笘って一番得意なのってトラップだよね。そう三笘ほんとどこでも止めれるからね。あのさ今あの広告高校の内野さんっているんだけど、うん、今あの人 YouTube 始めたのね、うん、でなんか日本代表戦のレビューしてて、うん、三笘は外でも、うん、中でも、うん、縦いけるっつってたからね。あいやだから三笘ってなんかワイドじゃないと縦突破できないと思ってる人も結構いるけど、うん、中でも縦突破できるから確かにね体開いていけるから、うんうん、三笘中でも外でも縦いけるからっつってはいはいはいそうそうそうなるほどね三笘君もっと引き出したいよねみたいな言ってたもんへえー、あまあその通りだわマジであのなんか縦突破イコールワイドレーンだけどさ、うん、いや全然中でも縦突破できるから、ねうん、ただ一般人普通のレベルの人たちはできないっていうだけでそう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 三笘マジポジションほんと自由の方がいいやほんとに、うん、もったいない、うん、ワイドレーンで傍観してんの、ね、ワイドレーンで手綱つけてんのもったいないもん、ねうん、だジョアン・ペドロさ、うん、ブライトンってこんだけ暴れてんのって、うん、やっぱ自由だから確かに超自由だもんねカカとかもやっぱさあそう、ね、真ん中でもぶち抜いてるもんね、うんうん、真ん中でもぶち抜くし外からも流れてくるし、ね、そうそうそう自由にさせたいな自ら選んでるんかねいやどうなんだろうどうなんだろうねいやでも入ってくるとき入ってくるからね、うん、三笘まあやっぱ外の方がストレスはないよね、うん、あそうねやっぱもうプレスはかかってないから、うん、だからこれもうほんと三笘に聞かないと分かんないことだよねちょっと会いたいなマジで本当に会いたい今一番会いたい人だわかるね話聞きたいよねマジで話聞きたい三笘のブライトンのあれこれ聞きたいもん、うん、ただ三笘ほんとライン感とかもめっちゃうまいけどないやうまいよめちゃくちゃうまいよめちゃくちゃうまいよめちゃくちゃうまいよ本当に三笘ターン超うまいっすね本当にでターンして、うん、そのセカンドタッチ早いじゃんあそうね止めた後が超早いから、うんうんうん、はまんないよな三笘だから、うん、早いからやっぱそこでやっぱ他の人はこねなきゃいけないじゃんそうねその運ぶドリブルが怖いじゃんやっぱり三笘が運んでくるのとさ、うん、普通の人が運んでくるのやっぱ怖さ違うじゃん全然違うよ、ね、だからこれララーナには悪いけどやっぱララーナライン間で止めるの超うまいじゃん、うんうん、だからやっぱそっからずらすってなると違うじゃん そ, う、ねまあ、そこでライン間で受けて、うんはい、ララーナに食いついたところを他の人にパス出すから他の時間が生まれるのがララーナだけど、うんうん、やっぱ三笘そこで受けた後、グ、うん、ンっていけるからうもう相手のセンターバックからするともうこの胸ドンって押されてる感覚ないの分かる分かるもう正面でそうだねそうそうそうだから三笘は仲がいいのよそうだ ねまあ外も中もどっちもちもいいよ取れた方がいいだから、うんその外だけ中だけじゃなくてそう、ね、だけじゃなくてね全て、うん、やっぱ中でもやっぱ引き出せない時は引き出せないからね、まあ、そうねもう中ガチガチで、うんうんうん、だから今度三笘を中だけに縛りつけちゃうとダメなの、うんうんうん、今度三笘外取れる時は絶対取った方がいいから そうだね、だからその空いてるところにだから今日のマディソンみたいな感じで、うんうん、自由に、ね、自由に、うん
だから今日のマディソンやってほしいもん、三笘に。確かに。トッテナムの、まあ、マディソンだとちょっと位置低すぎるから、うん、あれだけど、ただその気持ちマディソンぐらい、うん、あの、あ、俺ここで受けれるわっていうところで受けてから推進、うんうん、そうだね、してほしい。ララーナぐらいでいいもんね。あ、そう、だからそう、本当にララーナぐらいやってほしいよね、やっぱり。そうね、その中だけ外だけじゃなくて、うん、ただ極端に受け止めないでほしいよね、うん、でマジ三笘バケモンよ普通に、ね、あれやばいよ。いや三笘もっとボール触ったら無双するって、うん、マジで。いやでもあの三笘のキャラもあるよね、多分あの性格というかさ、ちょっとこうおとなしいというか。バケモンだもん。バケモンだよ本当に。人間の皮かぶったバケモンだもん、うん、プレミア出てる日本選手見てるとレベル的にアジアカップの時メンタル緩かったなって感じちゃいます。あ、まあ確かに、まあ強度感とかもやっぱね、そうね、迫力あるもんね、やっぱり。確かに出足も違うしね、うん、確かにそれはあるかもね。そうだね。ナイス。いやヘッケ、いやうまい。三笘見て、三笘いたよ、三笘、三笘がいた。三笘いけたね今。いけた。三笘時間あったのに。三笘もやっぱ要求なのかな。ね、そう。でレオタさんも言ってたけど、やっぱ三笘本当に声出せばもっと活躍できるつだね。いやでも本当かもね。そうかもしれない。マジで。声やもう。出せっつえばね。ウェルベック見るもん ね、 こっちね。そういうタイプじゃないか、ね、確かに。やっぱソンも結構熱いじゃん。熱い。三笘もあのぐらいになっても、あー確かにいいよね。あーでも確かにそうだ ね、 ね、情熱か。つかまあ感情を出すか出さないかも ね、 そうね。でもね大事だと思うよね。やっぱ三笘ってやっぱ冷静じゃん。冷静だからそれをやっぱ生かしても冷静なのも武器っちゃ武器だからさ、だからもっともっとボール関わらせてもいいかもね、うんうん。いや三笘もうワイドレーンでカピカピになっちゃうもんね、うん、これじゃあもう三笘久しくドリブルしてないな、マジで、ね、もったいなすぎるもんな。そうそう、三笘うまい。ファールでしょ。ファールよ。やっぱ三笘そこでもうまいよ。見えてるから。あの三笘さ、エスビニャの横にサポート取るようになったの、よくなったね、うん、そうね。ほらもうここで剥がせてるもん、ね、ほら。いや三笘うまいよ。いやいい展開。いやいや惜しいね。面白いランプティ、うん、いやそん、あーよし、あーいやーよかった。トマト、三笘使おう。三笘時間、そうそう、三笘時間、三笘時間だ。いけるうわー。いやいや三笘、三笘時間来た。あ、三笘時間来てるよ。近づいてる。もう三笘使えばなんか起こるって。なんかあるのよ、うちの三笘。いやエグい、それは。いやエッキ素晴らしい。オープンな展開になったね。いや加速のタイミング、ね、素晴らしい。三笘の陸上やん、もう。いやもうほぼ入ってるって。いや三笘来た。三笘、いや三笘時間だ。うわ三笘と、そっち、ブオ君、ブオ君。いやラプティ怒ってる。ラプティ、いや三笘やばいわ。そう、三笘にあげる。いやえぐいって。この後また来て。うまっ。いや三笘バケモン普通にね。三笘やばいな。マジで追加コンテンツだった。いやマジマジでスポ TV 本当にプレミアムパックに三笘のドリブル入っちゃう。入っちゃうよ本当に。ということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。